でも激辛ジョニス、今日もみんなの死に気をつけちゃう。やっていきましょう。はい、今回ですけども激辛スパゲッティがあるという情報をキャッチしたんで、新宿にあるバカ辛スパゲッティ専門店青唐辛子の、新宿西口店さんに来ております。早速ね、これ看板を見るといかにも辛そうな、看板ですけれども、早速ね、店内に入ると、はい、このようにね、タバスコやデスソース、あとは見たことないようなヤバい唐辛子、スパイスが存分に並んでおりますけれども、うわーこれヤバそうだね。値段もね、安めで、気軽に食べれるといった感じになります。ね、こうやって見るとね、ガラッシーこうやってこう、ね、なんかマスコットキャラクターもいるぐらいね。今回挑戦するのがこれね、ちょっとメニューには載ってない、今回ちょっと特別に、作っていただいたんですけれども、超バカ辛スパゲッティということでね、青唐辛子がふんだんにこのてんこ盛りになっていますけども、あとこの下の底の方にこのキャロライナリーパーの辛い唐辛子が、潜んでるということでね、非売品の、もしかしたらちょっと今後やる可能性のある超激辛スパゲッティになります。あ、来ました。うわー、こちらが超バカ辛スパゲッティ。なんなんだ、うわあ、すごい。あー、この何この、うわー、辛っ、刺激臭がやばいですけど、いただきます。さあ、超バカ辛スパゲッティさん、お手並み拝見ですよということで、うわー、わかるぞ、これは辛いやつだ。ガシ。よし、じゃあちょっといただきましょう。じゃあちょっと、ああ、麺はちょっと太めですね。いただきます。辛くて、うん、おい、これは辛いぞ。キャロライナリーパーの辛みが強烈に効いてます。入ってる具材、ベーコン、青唐辛子、マッシュルーム、玉ねぎ、辛い唐辛子、パセリとか、これ、パセリですね。パセリです。まさしく爆辛です。ちょっと青唐辛子も絡めていきましょう。汗が一瞬で吹き出してきた。まさしくその名にふさわしい超バカ辛スパゲッティ。うまい。汗が止まらないぞ。どういうことだ。これ辛いな。しかしね、この、ベーコンやら、マッシュルームですね、非常に香ばしいです。辛いんですけど、めちゃくちゃ辛いですね、これ。スパゲッティでこんなに辛いのは初めてですね。しかしちゃんと美味しい。とてつもなく辛いですけど、これ。口の中がもう大火災ですけども、さあ、ここでちょっと半分これ食べ終わったんで、ちょっとこれ気になりますね。こういろいろ調味料なんで、せっかくなんでこう使ってみましょう。やばいくらい辛い超激辛ラー油、キャロライナリーパーとブルートチョロキアを美味しいラー油に使いましたと。とんでもねえ調味料発見したんで、これちょっと足しましょうか。これダメだ、どれぐらい辛いんだ。あ、ちょっとかけすぎたから大丈夫かな。あー、もう甘っ辛いね。もう KO 寸前ですよ、ボクシングリーダー。ガラシー、カレー、これ、なんちゅうライダー。一回火吹けそう。これも初めて見ますね。死のスパイスシリーズ、ブートジョルケ 100% 粉末、カエンという唐辛子があるんですけど、これはなんか、あ、胡椒のこのブラックペッパーのこう振りまくタイプですね。あー、いったね。すごい、なんかマニアックな唐辛子がこれでもかと入
入っておりますけども、口に入って鼻から鼻が辛い、鼻が辛い。おお、だいぶパンチ効いてるな。もう胃袋の中が熱くなってきました。辛れ、こんなはずじゃなかった。恐るべし超バックからスパゲティよ。あら、しかしね、このねベーコンが不思議と甘みを感じるんですよ。残りわずかなんですけど、キャロライナリーパーが完食への道のりを行く手を阻む。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。超バッカラ専門店青唐辛子さんの超バッカラスパゲッティ辛さレベル、じゃらじゃん、辛さレベル 7.5 です。おめでとうございます。 7.5 ですよ。辛い、いやマジで辛い、びっくりした。正直スパゲッティでこんな辛いのは正直作れないよなと思ったんですけど、超辛い、これは危ない、本当に危険なレベルの辛さです。これどうやら話を聞くと、そのこのスパゲッティの中に入っているのはこの死神というこの、キャロライナリーパーを使った唐辛子だけあってね、非常にこう鋭い辛さで、なおかつねこの胃の中にがね熱くなるような、もうとんでもね超真っ辛スパゲッティでした。ベーコンに椎茸、玉ねぎとこういった感じで具だくさんで、ね、非常に美味しく食べれたのではないでしょうか。めちゃくちゃ辛いですけどね。こんな感じでいろいろ調味料ありましたけども、これね全部入れたら本当にさすがに死んじゃいます。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 登録お越ししてますね、フォローお願いしまーす。はあ、この店のゆるキャラが可愛いですね、この唐辛子の。ちょっと名前が分かんないですけど、これ、7.5。ナッシー。ガラッシー。